2023年3月29日藤岡渡良瀬運動公園。栃木県栃木市藤岡町の運動公園の駐車場に車を止めて、折りたたみ自転車に乗り換え、周辺の桜を中心に撮影しています。
後半は堤防の上を遊水地北側入り口の先のカスリーン台風決壊口跡記念碑まで行ってみました。利根川のカスリーン台風決壊は小学校で習いましたけれど、渡良瀬川、思い川の決壊については習わなかったような気がします。今回この記念碑を調べてみて、同様のカスリーン台風決壊口跡記念碑がこの周辺に3箇所あったのだと再認識しました。昭和22年9月15日夜半、カスリン台風による異常な降雨で、利根川と渡良瀬川が堤防を決壊し、多数の村が水没した。過去にも同様の事象があったが、戦争中には治水を怠ってしまった。しかし、治水を怠ることは許されず、沿岸の方々や河川工事関係者に不断の努力を切望する。チャンネル登録、いいね、コメントもよろしくお願いします。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。